今回やってきたのは蔵元駅近くにあるお店、長船鮮魚店。毎朝仕入れられる新鮮な魚がたくさん並ぶ鮮魚店は、創業90年以上の歴史を誇る老舗。長年地元のお客様に愛されるお店です。今回魚を紹介していただくのは、長船律子さんと春尾さん夫婦です。お店を切り盛りする妻の律子さんは人気のお惣菜作りを担当、夫の春尾さんは3代目店主。60年間長船鮮魚店で魚をさばき続けるベテランです。今日はいろいろありますよ。はい、これはカツオおろしとうけどね、もう一本はちょっと出てしまったんやけど、それとかタイ、ナクラタイね、それとかこんなヒラメのメイタガレ。こういうのは特に大きいですよね。ちょっとで大きいけどね、今日の。メイタガレイは全長およそ30センチの小さなカレイの一種で、春から夏にかけて旬を迎えます。お刺身でも唐揚げでも煮付けでも、これはよろしいですよ。まずは鱗、ぬめりを取ります。次に頭、内臓を取ります。続いて五枚おろしにしていきます。背中側、腹側の身を2枚ずつおろす方法で、カレイやヒラメなど平たい魚をさばく際に用いられます。5枚におろされたメイタガレイ、今回は店主おすすめのお刺身にしてもらい、常連さんに食べていただきます。おいしい、おいしい。コリコリするな。これは美味しいわ。コリコリ白身が美味しいメイタガレイ。ぜひ食べてみてはいかがでしょうか。